遊びたかったのにな。なんて言うと思った？クソ雑魚に咲く時間なんてあるわけないでしょ。最後の努力もこれまでの人生も何もかも無駄になっちゃったね。必死に抵抗してくれたのにかわいそう。ああ退屈。前は戦うだけで心臓が破裂しそうだったのに、強くなりすぎちゃうと娯楽もワンランク上にしないとダメなのか。どう？私の原理は望郷の鐘。幸福だった頃の記憶を呼び起こす大人になるほど残酷な聖夜の鐘よ。結構やるじゃない。頭に来たから逃がしてあげる。安心して、7日後に倍返しで復讐するから。今の戦い、いい教訓になったって認めてあげる。忘れないようメモメモっと。あれ？おかしいな。おかしいよね。不死身なのがあなたの取り柄で嫌味で食材なのに。ほら、早く起きて！早く起きて！もっと私に殺させてくれるんでしょ？しきくん、バラの魔眼気に入ってくれた？やりたいこと、思いついたこと、何でもできちゃうんだから。殺したけど、また生まれ変わっちゃうだけじゃない。何やってるの、何やってるのよ私。ただの人間が吸血鬼になった私に勝てるわけないじゃない。都合のいい夢でも見ちゃった？なりたての私に負けちゃうなんて、消えたくなるくらい恥ずかしいでしょ。そのお願いだけは叶えてあげる。吸血鬼の血ってこうなってるんだ。エーテルっていうの？好きに物質化できるのはいいけど、魂の形に縛られるのは不便じゃない？そう、これは全部夢。私が作り出した悪い夢。感謝してね、しきくん。これでも私、あなたに同情してあげてたのよ。なんだ、あっさり死んだじゃない。ほら、転生とか勝手にすれば。私の知ったことじゃないし。三連勝三連勝、勝つのって気持ちいいよね。10連勝！私、間違いなくヒロインじゃない？